気持ちの方はどうですか。気持ちもいつもと一緒です、はい、西武、巨人、ヤクルトを逆指名してます。この意思は今も変わりませんか。変わりません。もし一流の球団でないところが指名したらどうしよう、そんな不安は。いや、もうとにかくその3球団に当たることしかもう頭にないので、別にその外れた時のその感想と言われても何も考えてないし、ただ当たる時のガッツポーズしか考えてません、という小池投手です。以上、亜細亜大学からお送りしました。神戸市長田区にあります育英高校の記者会見場です。この夏甲子園を沸かした恵比寿投手に話を伺います。昨日はよく眠れましたか。はい、ぐっすり眠れました。今の心境を聞かせてください。もう緊張のしっぱなしです。オリックスへ入団希望してますが、その意思は今も変わりませんか。はい、変わってません。腰や肘の怪我の具合はどうですか。はい、もう全力投球できる状態です。そうですか。育英高校からお伝えしました。鹿児島実業の内野倉君は学校の図書室に会見場を設けまして、チームメイトとこの放送を見ています。内野倉君、いよいよだね。はい、大栄に入れるかどうか、まさに運命の一日だけども、今の気持ちはどうですか。まあ期待感もありますけど、まあ緊張してます。大栄に行きたい気持ちは変わりませんね。はい、もう大栄さんに行きたいです。内野倉君は今朝もよく、昨夜もよく眠れたということで、比較的リラックスムードです。鹿児島実業からお伝えしました。どこに行きたいんですか。今は、まあ、行きたい太陽ですね。太陽、はい、本当にヤクルトさんに入れたらっていうことは思ってるんですけど、そうトントン拍子でいかないと思ってるんで、まあ、太陽さんとあと巨人の在京セリーグっていうことで、やっぱり地元で今いろいろ変わったこともしてますし、オリックスブルーウェーブがいいですね。まあ、特にまあ阪神に行きたいなとは、ただ思いだけですけどもね。もし指名されたらどうなさいます。断ります。どの球団が来ても。そうですね、はい。名前の発表は最優先でお伝えをしたいと思います。おなじみの顔、おなじみの声です。伊藤和夫パリーグ広報部長が間もなく名前を発表するところです。第1回選択希望選手、阪神、小池秀夫、21歳、投手、亜細亜大学。阪神、小池秀夫、21歳、投手、亜細亜大学。真っ先に阪神は小池を指名してきました。第1回選択希望選手、福岡大栄、木村圭司、25歳、投手、日本生命。福岡大栄、木村圭司、25歳、投手、日本生命。大栄は木村です。第1回選択希望選手、ヤクルト、小池秀夫、21歳、投手、亜細亜大学。すごいですね、これ。あの第1回選択希望選手、報道のようですね。ロッテ、小池秀夫、21歳、投手、亜細亜大学。ロッテが小池で来ました。すでに3球団です。第1回選択希望選手、中日、小池秀夫、21歳、投手、亜細亜大学。中日も小池です。第1回選択希望選手、日本ハム、小池秀夫、21歳、投手、亜細亜大学。大栄が木村、あとは5球団小池です。第1回選択希望選手、横浜太陽、水尾義孝、22歳、投手、福井工業大学。横浜太陽、水尾義孝、22歳、投手、福井工業大学。まあ、相思相愛、太陽は水尾を指名です。第1回選択希望選手、近鉄、小池秀夫、22歳、投手、亜細亜大学。第1回選択希望選手、近鉄も小池、広島東洋、広島は小池秀夫、21歳、投手、亜細亜大学。第1回選択希望選手、オリックス、長谷川重俊、22歳、投手、
立命館大学、オリックス長谷川茂俊22歳投手、立命館大学。関西学生野球の即戦力と言われている長谷川です。続いて第1回選択希望選手、読売元木大輔18歳、内野手、上宮高校卒。読売元木大輔18歳、内野手、上宮高校卒。ハワイの元木くんにこの声が届いたはずです。そして西武です。第1回選択希望選手、西武小池秀夫21歳、投手、亜細亜大学。西武も元木さん、おめでとうございます。どうもありがとうございます。念願叶いましたね。そうですね、ようやく。今の巨人元木大輔という聞いたとき、どんなことを思いました？やっぱり去年のことをね、思い出して、もう本当に西武の名前が終わるまでやっぱりちょっとハラハラしてましたね。でも昨日の勝利起用の1位指名宣言というのは相当勇気づけられたんじゃないですか？そうですね、でもやっぱりこの今の名前でようやく安心できたような感じなんですけど、まだ昨日の時点でやっぱり他の球団とかはまだわからないですから、やっぱり不安の面がありましたね。今までの人生の中でこれだけ嬉しかったことってのはありますか？そうですね、嬉しいこともなかったし緊張したこともなかったですね。しかし今この喜びを何かね、物に例えるとどれぐらい大きいですかね？そうですね、物ではちょっとできないですね。もうやはり人生の中で最高の喜びですか？もう本当最高です。まあ念願かなって巨人に決まったわけですが、改めてこの1年間を振り返ってみるとどうですか？やっぱり頑張ってよかったなっていうことがありましたね。巨人の指名を聞いたときに、なんかこう思わずね、ちょっとこう涙が目の中に浮かんだような気がしたんですけども。いや、そんなことないですね。まあこれで憧れの巨人のユニフォームを着てプロ野球選手になるわけなんですけども、抱負を聞かせてください。まだ抱負とかまだそんなことは考えてませんけど、指名されて本当に感謝の気持ちでいっぱいで、また家族といろいろな人と相談して今後のことを考えたと思ってます。これからもうすぐ1月になったら自主トレがあるし、2月になったらキャンプがあるんですけども、これからの練習というのは相当きつい練習こなしていくつもりですか？そうですね、もう自分の体をいじめるだけいじめて頑張りたいと思います。西武以上の順で行います。ハワイの元木君の表情と第一声を聞いていただきましたが、まあ、ジャイアンツからしてみれば本当に待たせたねということだったんでしょうか、1年の苦労に報いたいという気持ちだったんでしょうが、元木君もそれに応えるインタビューでした。後ほどまた元木君の声は聞いてみたいと思いますが、現時点で今この画面のブルーに映っております4球団指名が確定をいたしました。巨人が元木、太陽が水尾、オリックスが長谷川、大栄が木村ということで、今小池をめぐって8球団が整列いたしました。それでは21歳亜細亜大学抽選に入ります。阪神、結局去年の野茂が8チームだったということだったんですが、同じ数になりましたね。野崎さん、当初はね、かなり指名を回避するんではないかということが言われましたけども、最後に来ましてね、もうとにかく即戦力で確実に期待できるのは小池だと、それならば勝負だという球団がこの広島、中日、ロッテもそうですね、ロッテはもう直前まで迷ってたようですけれども、はい、まあ、勝負に出たということですね。太田さん、番組の中で予想をしようと思ってたんですが、それをする暇もなく今、抽選が行われているところなんですけどね、太田さんの予想としてはどうだったんですか？まあ、7球団は来るんじゃないかというふうに見てたんですが、
8球団というのはちょっと意外でしたね。 あと寸前まで中日の動きがつかめませんで、中日あるいは元木という説もほんのちょっとあったんですけどもね、まあ、やはり正攻法で小池が一番いいピッチャーだということで、うん、やはり去年の野茂君と同じ数いったということになるんじゃないですかね。中山さんは予想通りでしたか？ロッテがやっぱり意外だったですね。下げてくんじゃないかなと思ったんですけどね、うん、あとは大体予想通りですね。あと中日がやっぱりここに来て、テーブルの前で決めたと思うんですよね。ここの場所でですか？なるほど。今画面の右下には小池投手が映っています。僕の声が聞こえてるのかな？あ、聞こえてるようですね。もうちょっと待ってくださいね。学校のずいぶんさっき人が見えましたからね、すごいところに今小池さん座ってるんですよね。そうです。広島東洋ちょっと緊張してます。緊張してますか？はい、もうしばらくお待ちください。はい、やっぱ行きたい球団はあそこですよね。はい、会場受けてるな。なんか学園祭やってるみたいな、そんな雰囲気じゃないですか。渡辺さんね、はいはい、まあ、彼ともよく話したんですが、その潜在能力を引き出す本、マーフィー100の成功法則っていうのを今彼読んでましてね、なんとかその自分の願いが叶うようにというふうにもう言い聞かせてね、寝てるんだと言ってましたがね。後で小池さん、ちょっとすいません、太田さん、小池さん話聞きますけど、巨人はないんですよね。はい、そうですね。さあ一緒に見ますよ。セーブや。セーブだ。あ、ロッテ。お、ロッテですか？ロッテのようですね。金田監督万歳してます。亜細亜大学が騒然としてます。小池秀夫投手、ロッテが1位指名です。今後の第1回の選択選手名簿提出順序は阪神、ヤクルト、中日、日本ハム、近鉄、広島東洋、西武、以上の順で行います。小池さんには後でちょっと話を聞こうと思います。よろしくお願いいたします。あ、小池を指名しました。さあ、いよいよこれから24歳、ハズレ1位の指名ということになるわけですが、阪神が湯船を指名してきました。さあ、ここからは太田さんにバトンタッチします。それぞれの思惑も含めてお話を進めてください。まあ、このハズレ1位の指名ということになりますと、まあ、阪神本格的に投手になってから日が浅いため使い振りしていない方は大きな魅力です。まだ未完成のピッチングには将来性たっぷり。ドラフト会議を前に子供も誕生し、自覚を持ってのプロ入りとなることでしょう。まあ、木村岡林陽一22歳投手、専修大学、ヤクルト岡林陽一22歳投手、専修大学。まあ、この岡林も専修大学のエース岡林陽一投手はパラグアイ生まれの本格派。長身から角度のあるストレートを投げ込み、小池と並ぶ28勝は東都の現役最多勝投手として君臨してきました。高知商業出身、太陽須藤監督の後輩となるものの12球団 OK。 いよいよプロの世界にテイクアウト。小島博夢23歳投手、元住友金属、中日小島博夢。小島投手でいきましたか。23歳投手、元住友金属。まあ、このピッチャーも本当西武が一時追いかけて、結局ああいう問題で、まあ、ダメになったんですが、シュート、スライダー、素晴らしいピッチャーで、まあ、即戦力の評判が高いわけですけどね、小島投手ね。そうですね、もう当然ね、中日はもう抽選に外れた場合はもう小島ということで、うん、まあ、岡田編成部長は、まあ、根本日本ハム住吉義則26歳内野手、プリンスホテル。日本ハム住吉義則26歳
内野手プリンスホテル。中山さん、やっぱりプリンスの住吉。社会人の言うプリンスホテルの4番を打てばプロ入り一直線、住吉義則選手。都市対抗で見せた超特大のホームランはまさにプロ野球界への挑戦状。先輩近鉄の石井選手に続けど待ったなしの26歳、住吉選手が大暴れする日は近いはずです。近鉄寺前正男18歳投手北陽高校。近鉄寺前正男18歳投手北陽高校。北陽高校の寺前正男投手、185センチの身長を生かした豪快なアルバトロス投法で今春の甲子園で大活躍。延長17回を一人で投げ抜くというスタミナたっぷりのところも見せつけました。武器は140キロを超えるストレートに縦に大きく割れるカーブ、荒削りな部分が大きな魅力です。瀬戸照信21歳捕手法政大学。広島東洋瀬戸照信21歳捕手法政大学。キャッチャー豊作の今年抜群のキャッチャーセンスを評価されているのが法政大学のキャプテン瀬戸選手。2年の時から全日本のマスクをかぶり、現在プロで活躍しているたくさんの投手の女房役も務めてきました。強肩に好リード、バッティングもメキメキと力をつけ12球団フルマークの即戦力キャッチャーです。西武永見健二。ああやっぱり来ましたね、やっぱり来ましたね。18歳投手伊丹西高。西武永見健二18歳投手伊丹西高。まあ本人の希望の球団でもあるわけですね。それではただいま第1回選択の結果、阪神湯船敏郎18歳本田技研鈴鹿、福岡大英木村圭司投手日本生命、ヤクルト岡林洋一投手専修大学、ロッテ小池秀夫投手亜細亜大学、中日小島ひろむ投手元住友金属、日本ハム住吉義則内野手プリンスホテル、横浜太陽水尾義孝投手福井工業大学、横浜太陽、近鉄寺前正男投手北陽高校、広島東洋瀬戸照信捕手法政大学、オリックス長谷川茂俊投手立命館大学、読売元木大輔内野手上宮高校卒、西武永見健二投手伊丹西高。以上第1回選択が確定。奈良原博士22歳内野手青山学院大学。西武奈良原博士22歳内野手青山学院大学。中山さん、はい、青学の内野手、これはもうもともと2位は奈良原ということで話ができてましたね。読売矢野明弘21歳捕手東北福祉大学。読売矢野明弘21歳捕手東北福祉大学。これはもう巨人から挨拶にの指名はもう前もってあったと。第2回選択希望選手オリックス順調でしょうか。恵比寿信行18歳投手育英高校。逆指名のオリックス。オリックス恵比寿信行18歳投手育英高校。恵比寿君今映ってますが、これはね希望通りですけど。そうですね。第2回選択希望選手広島東洋内野倉高志。広島が来ましたか。18歳で内野手鹿児島実業高校。広島東洋大英を熱望しているうちの高志18歳内野手鹿児島実業高校。第2回選択希望選手近鉄内野倉高志18歳内野手鹿児島実業高校。近鉄もやっぱり内野倉行くという説もありましたが、やっぱり行きましたね。中山さん、そうですね。第2回選択希望選手、ね、横浜太陽宮川和彦21歳内野手東北福祉大学。横浜太陽宮川和彦21歳内野手東北福祉大学。
この頃東北福祉大というのは本当にいい選手が出て、プロに随分行くようになりましたね。日本ハム石本勤17歳内野手。この石本はどうですか、日本ハム。日本ハム、そうですね、あの割合あの日本ハムは高い評価をしていたですね。先ほども言いましたように野手がもうちょっと不足してきてますんでね、第2回選択希望選手、やっぱり野手を狙ってきたというところですね。矢野輝弘22歳保守、東北福祉大学、中日矢野輝弘。やっぱり矢野あたりになりますと、やっぱり重複してきますね。そうですね、矢野はあのキャッチだけじゃなくて、あの内野も他のところ保守も守れますからね。ロッテ城詰正彦24歳保守、新日鉄広畑。ロッテ城詰正彦24歳2位になりますと、今年は本当にキャッチャーの指名が多いですね。あのこれはもう予想された展開ですね。第2回選択希望選手、ヤクルト小坂勝人22歳保守、東北福祉大学。ヤクルトにすれば小坂ここまでよく残っていたって感じでしょうね。勝人22歳投手、東北福祉大学。さあ大栄は内野蔵。第2回選択希望選手、福岡大栄内野蔵隆18歳内野手、鹿児島実業高校。まあ、嬉しそうな表情が映りましたが、しかし抽選で彼の運命が決まりますね。第2回選択希望選手、阪神関川光一21歳、阪神もキャッチャーです。駒澤大学。阪神関川光一21歳保守、駒澤大学。まあ、今年のドラフトの2巡目になりまして特徴が出ましたね、中山さん。そうですね、もうほとんどキャッチ、重複した選手が2人、藤田監督となんか話をして今抽選箱のところへ行きましたよ。読売そのままお持ちください。中日さあ、東北福祉大学のキャッチャー矢野選手はどちらが指名することができるんでしょうか。選択確定の反応、中日です。お持ちください。議長確認、足を後で聞かせてくださいね。近鉄、去年は野茂を引き当てた大木監督、両脇には山本監督と田淵監督がおります。福岡大栄、お分けください。大栄が来ました。さあ早速話を聞いてみましょう。鹿児島放送の村川さん、お願いします。内野君、田淵監督に画面手を合わせて祈る。誠意ですね。21歳保守。さあちょっと言い方は良くないんですが、外れ2位ということになります。まあ、こういう言い方をしておりますので歓迎で言わせていただきますが、吉原選手を巨人は外れ2位ということで指名いたしました。小野光一18歳投手、鹿児島商業高校。広島東洋、小野光一18歳投手、鹿児島商業高校。この小野、鹿児島商業の小野光一投手、社会人の日本石油に内定しており、プロ入りは表明していないものの、12球団が熱い視線を送る大型ピッチャーです。中央ではあまり知られていませんが、その剛球は威力十分。南国鹿児島でその力をスカウトたちに見せつけています。水口英治22歳内野手、早稲田大学。
近鉄水口英二22歳内野手早稲田大学。早稲田の水口選手はこういう選手です。高校時代は甲子園を沸かせ、大学に入ってからは神宮の星。早稲田大学のキャプテン水口選手はこれまでアマチュアの王道を歩んできました。173センチと小柄ながらもガッツあふれるプレーは水口選手の持ち味。センス抜群の守備はプロのスカウトの目を光らせました。今度はプロの星を目指します。恵比寿の秀樹18歳、投手機械高校。阪神高橋秀樹18歳、投手機械高校。阪神が行きました。第3回選択希望選手、福岡大英江口隆義21歳、投手 NTT 九州。福岡大英江口隆義21歳、投手 NTT 九州。江口行きましたね。さあ太田さんお願いします。どこに指名されても今年はもう行かないと、故障が治ってないというふうに言ってたんですが、高津どうですかね、肩も痛めてますしね、本人はキャッチボール程度なんですけども。ヤクルト高津慎吾21歳、ですから今指名をしといてですね、来年のそのノンプロの行事が終わってから入るということは治った場合にはそのできるわけですね。したがって大英の場合はドラフトがうまくいったでしょ、1位と、それで3位に江口で行ったということは考えますね。なるほど、余裕ができたんで。なるほど、外野手日本石油。第3回選択希望選手、中日五十嵐明人22歳外野手日本石油。第3回選択希望選手、日本ハム小島義弘22歳投手元 NTT 九州。日本ハム小島義弘22歳、投手。野球をやめてますけどもね、熊本支店から福岡支店に移りましてね、今普通のサラリーマンで全然野球やってません。日本ハム積極果敢なドラフトですね、2位3位と。そうですね、6月までは野球やってたんですが、7月に野球をやめてますね。横浜太陽加藤正人18歳、投手東北高校。横浜太陽加藤正人18歳、投手東北高校。第3回選択希望選手、近鉄野村隆人22歳、投手三菱工業三原。近鉄野村隆人22歳、投手三菱工業三原。テレビをご覧の方もお気づきだと思いますが、名前が重複しますと画面が白くなります。ご覧のような感じです。広島東洋高橋秀樹18歳、投手機械高校。阪神と競合したんで色が変わって白になりました。第3回選択希望選手、オリックス野村隆人22歳、投手三菱重工三原。野村は近鉄ですか、競合してます。第3回選択希望選手、読売藤崎康彦22歳、外野手新日鉄八幡。読売藤崎康彦22歳、外野手新日鉄八幡。ダブってないんで色はそのままブルーということになります。そして最後は西武です。第3回選択希望選手、西武犬伏俊明18歳、内野手近畿大学附属高校。西武犬伏俊明18歳、内野手近畿大学附属高校。